皆さんこんにちは、元コーチの D です。今日はですね、NFL 全地区の振り返り、勝利数の 90% はこのスタッツで決まるという動画を撮っていきたいんですけど、この動画に入る前に今回のこの全地区、全チームの振り返りをどのスタッツを使って振り返っていくのか、その事前の説明を先にしたいと思います。で、皆さんスタッツと聞けば何を思い浮かべるでしょうか。一般的にはこういったクォーターバックレーティング、クォーターバックのプレーの結果とか成績を数値化したものですね。だいたい100超えると一流のクォーターバックって言われることが多いかなと思います。それからクォーターバックのパス成功率、だいたい試合1試合あたり 65-6% ですかね。その辺を超えてくるとかなり一流のクォーターバックじゃないかなとか、あとはランニングバックの獲得ヤード、レシーバーの獲得ヤード、これはどちらも1試合で100ヤード超えてくると、エース級の働きじゃないかな。あとはディフェンスですね。タックルの数とかインターセプトの数、それからサックの数っていうようなスタッツがよくあると思います。ただここで疑問が出るんですよね。結局どのスタッツ、いわゆるどの成績が勝利に直結するのかがわからない。これなんとなく皆さん意識したことありますかね。結局どれが勝利に直結するのかって多分はっきり言える人って少ないと思うんですよね。なのでどのスタッツが一番勝利に直結するものなのかって実際に調べようと思ったんですけど、どうやって調べようかなと思ったんですけど、いろいろ考えた結果、勝利数と相関関係の高いスタッツを調べてみようっていうところに行き着きました。というところでまた疑問が出てくると思うんですけど、相関関係って何と。これ、一応実証的なものを引くと、数学で一方が増加するとき他方が増加もしくは減少する傾向が認められるというっていう、いろいろ出てくるんですけど、これ簡単に言うと、2つの数値ですね。例えば体重、ある人間の体重とこの人の1日の摂取カロリー、どれだけご飯食べてるかってことですね。これを多分調べていって点を打っていくと、なんとなくこんな感じになるんじゃないかと思うんですよね。体重がこっちが重い、こっちが軽い。体重軽い人は摂取カロリーも少なめかなと。その代わり体重重たい人はご飯もたくさん食べるんじゃないかなっていうのをこう点を打っていくと、大体こういう赤い線が引けるんじゃないかなと思います。でこれ相関関係の図で言うとプラスの相関関係って言います。要するにこの場合は摂取カロリーが増えれば増えるほど体重も重くなっていくよね、片方が増えるともう一方も増えていくよねっていうのがプラスの相関関係。一方でこれが例えば毎月の貯金額と支出金、毎月使うお金ですね。使うお金と貯めるお金の関係。多分これをデータ取っていくと、お金たくさん使っちゃいますっていう人は、貯金額は少なくなります。一方で、毎月あまりお金使いませんよっていう人たちは、その分貯金するので、貯金額は多くなるのかなという傾向です。で、これをなんとなく線を引くと、これもまた一歩の直線が引けて、先ほどの右肩上がりとは違って右肩下がり、これをマイナスの相関関係って言います。片方が増えるともう一方は減っていくっていう関係ですね。これいずれも相関関係があるって言えます。この2つの指標ですね、それぞれが関係性があるんじゃないかなと思うんですけど、例えば毎月の貯金とこの人の足のサイズ、これ点を打っていくと多分ぐっちゃぐちゃになると思うんですよね。おそらくですけど、この2つって関係性ないですよね。なので相関関係はない、もしくは正確に言うと相関関係が低いっていう言い方ができると思います。相関関係って2つのある数字を調べていって、その2つに関連性があるかどうかっていうのを調べているものになります。ってなったところで、じゃあ勝利数、これ勝利数っていうのは NFL のレギュラーシーズンの勝利数を言ってます。プレーオフは入れてないです。勝利数と相関関係が強い、相関関係が高いスタッツって何なんだろうというのを調べたいと思います。で、これパッと言われて浮かぶ人って少ないと思うんですよね。多分相関関係っていろいろ計算をしてないと求められないので、非常にいろいろ調べるのめんどくさいと思うんですけど、私元コーチ D、 この点ですね、調べました。なので今日は皆さんにどのスタッツが勝利に直結しているのかっていうのを伝えつつ、このスタッツを使いながら NFL 全チームの近年の成績、これを振り返っていく動画の
予告の動画になってます。はい、というわけでこの本動画が上がる前の日、すでに予告でちょっと流してますが、勝利数と相関関係が高いスタッツのランキング1位2位3位出してきました。で、これここにあるように、私元コーチ D の独自の集計って書いてますが、もっと言うと、独断と偏見です。まあ、数字はちゃんと計算をしてますが、なぜこの3つなのかって言われると結構独断と偏見です。で、私が簡単に手に入れられる数字たちの中でいろいろ計算をした結果出てきたものを上から1、2、3位と並べてるだけです。本当にこれ数学とか統計学の専門家から言わせると、いやいやもっとこの数字あるよっていうのがあるかもしれないんですけど、まあ、とにかく誰でも簡単に手に入れられるデータの中でなおかつ分かりやすいもの、これを今日は解説して第1位のものを最後にご紹介したいと思います。では初めにまず第3位ですね。相関関係が高い第3位はクォーターバックレーティング。これ数値として 0.51 っていう数字が出てます。出典はこの論文ですね。これは実際に私が計算したものではなくて、この論文から出典をさせてもらいました。さあ、でこの第3位のクォーターバックレーティング、数字として相関係数 0.51 という数字です。これ2つの数字にどれだけの関連性があるかっていうのを、1に近づくほど強い関連性があるっていうふうに表されます。この 0.51 っていうのがどういうものを表すかというと、ちょっと強引に説明をすれば、NFL の、まあ、レギュラーシーズンの勝利数の 51% はクォーターバックレーティングで説明ができるっていうふうになります。相関係数が高いものであればあるほど勝利数に密接に関係していますということになります。さあ、ここから、相関関係が高いスタッツランキング2位なんですけど、先に数字を言っちゃうと、次のものは 0.789、 つまり勝利数を 78.9% 説明できるスタッツになってます。ちなみに第1位は 0.916。 これ結局はですね、勝利数の 91.6% はこの数字をもとで説明できるよっていう風なものになってます。これ非常に強い相関係数です。さあ、それでは第2位、皆さんもこれぜひ見ながらですね、どのスタッツが勝利に直結しているのかなっていうのを考えながらご覧いただきたいんですけど、第2位発表してしまうと、総獲得ヤードになります。じゃあこの総獲得ヤードって何ですかって思うと思うんですが、要はオフェンスチームの獲得ヤード引くディフェンスチームの喪失ヤード、これになります。結局自分のオフェンスチームがどれだけ進められたか、そしてどれだけ自分のディフェンスチームが相手を抑えられたか、この引き算で総獲得ヤードを計算して、これと勝利数の関係を調べたら相関係数が 0.789 という数字が出てきました。よくアメフトの試合って終わった後に今日の獲得ヤードですっていう風な数字が出ると思うんですけど、あれって実は勝利に対して 78.9% の説明がつくほど、まあ、勝利に対して非常に関係性が高いスタッツであるということがわかるかと思います。さあ、それでは最後第1位です。勝利数と相関関係が高いランキング第1位、これ係数 0.916 ってとんでもない数字なんですけど、これが何かというと、ネットポイントパーゲームという数字になります。と言われたところで、ネットポイントパーゲームこれ何ですかってなると思うんですけど、これ要は1試合あたりの得失点差ということになります。で、計算すると、まあ、その試合もしくは1シーズンで取った総得点引くことの総失点、これがいわゆる得失点差ですね。これを試合数で割ったもの、これがネットポイントパーゲームです。で、これなんで得失点差じゃいけないのっていうと、 NFL ってシーズン途中だとバイウィークが来たか来てないかで、例えば現時点だとウィーク10ですね、ウィーク10までで消化した試合数が違うんです。だからみんな同じシーズン途中の場合はみんな同じ環境下でこのスタッツが測れないので、それぞれすでに消化した試合数で割って試合あたりの得失点差を出しています。となると、いやいやいや、これは得点より失点の方が多いと勝つんだから当たり前でしょうって思ったあなた、その通りです。これすごく当たり前の話なんです。アメフトって試合が終わった時に得点が多い方が勝ちのスポーツなので、この数字が大きければ多いほど試合に勝ってきたっていうことになるので、この考え方は当然なんですけど、ただこれ事実として計算してみると相関関係は非常に強いんです。
なので決してこの数字無視することはできないんじゃないかなと思っています。それともう一つ、これね、多くの方が知らないと思います。正直私も今回この動画作る前に自分で調べるまで知らなかったんですけど、自分の好きなチームの得失点差の現状と、あとその前のシーズンまでの推移について、これほとんどの方が知らないんじゃないかなと思います。なので今回はこのネットポイントパーゲーム、いわゆる一試合あたりの得失点差、これを使って NFL 全チームの成績推移を振り返っていこうかと思います。まあいろいろちょっと難しい話をしてきましたけど、グラフにすると簡単です。ここからはですね、次回の動画から実際に紹介するチームのグラフをご覧いただきます。はい、で全てのチームの紹介をこのグラフでやるので、まずこのグラフの見方の意味を先にご説明します。まずこの青い棒グラフ、縦状の棒グラフですね、これが1試合あたりの得失点差です。ここが0なのでプラスにいってる以上は、そのシーズン、この場合だと2016年シーズンの総得点が総失点を上回っているということです。でしかもこれ1試合あたりの得失点差なんで、これほぼ12点、毎試合12点差つけてこのチームは勝ってきましたっていう、とんでもなくハイパーオフェンスのとあるチームです。どのチームかはね、実際に本編をご覧いただければと思います。本編ではこのチームの解説から始めますので、ぜひこれはどのチームなのかっていうのは皆さん楽しみにしながらお待ちください。この赤いラインですね、PO って書いてるんですけど、これプレーオフ進出の目安のライン、いわゆる年間、今年から17試合ですけど、レギュラーシーズン、去年まではレギュラーシーズン16試合のうち10勝の目安のところにラインを引いてます。で青い線、ウィンと書いてますけど、これレギュラーシーズンの勝ち星ですね。このシーズンは14勝、13勝、11勝、12勝、ここまで非常にいい成績できているチームなんですけど、2020年になった瞬間にいきなり成績目に見えて落としてますよね。まあ、NFL 好きの方はもしかしたらこの時点で、ああこれあのチームだなって思ってる方もいるかもしれないんですけど、こうしてみるとずっと好調だったチームが20年でいきなり、1試合あたりの得失点がマイナスになってるんですけど、今シーズン入った瞬間に急激に回復してます。しかも過去5年と比べてもそんなに遜色ないレベルで復活してきているので、このチームずっと強かったけど偶然去年だけ何かあって弱かったのかなっていう想像ができますよね。まあ実際の解説については本編でやりますので、この辺は楽しみにしておいてください。それからもう一つ別のチームです。これは本編の動画、1本目の動画の2つ目に紹介するチームのものです。2016年から振り返ると、結局1試合あたりの得失点差ギリプラスでなんとか乗り切ったんですが、その後2年は大きくマイナスをしてます。ただ2019年に入ってボンボンボンと大きく成長しているチームです。2021年もう過去5年分振り返っても一番調子いいチーム、去年ですらすでにプレーオフラインを超えて10勝以上軽くしているので、今年も非常にプレーオフ進出の期待が高まっているチームですし、実際に今年はリーグナンバーワンのハイパーオフェンスを展開しているチームです。こういうふうに今年の現状がどうかだけじゃなくて、今年の現状のその前何年かを振り返ることで、このチームってどういうふうに推移してきたのかな、どういうふうに成長してきたのかなっていうのを一緒に見ながらですね、全チーム、それから全地区の振り返りをしていく動画、これから公開をしていきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。この動画はここまでになります。ありがとうございました。